現在の靖国神社農学堂芝農学堂は、明治時代、芝公園の敷地内にあった、農部隊の通称。単に、農学堂あるいは、農学者とも、明治維新により推備した猿学の最高を目指して、創建された。1902年靖国神社に奉納、移転、以降は、九段農学堂、靖国神社農学堂と称され、現在に至る。 猿学復興のシンボルとして、明治10から20年代にかけ、明治の三名人らの活躍の場となった。また、屋根付きの農部隊と、観客席を一つの建物の中に収めた、いわゆる現行の農学堂の先駆であり、その出現は、近代以降の農学のあり方全体に、大きな影響を与えたとされる。幕府、藩からの保護を受けて成り立っていた猿学は、 明治維新により存続の危機に立たされることとなった。この時期、多くの役者が廃業、転業を余儀なくされ、多くの流儀が消滅した。しかし、維新直後の混乱が落ち着くと、宮中、そして、宮大名に代表される家族らが、能狂言の保護に向けて動き出した。百七十八年には、能を好んだ、栄昇皇太号のため、青山御所に、 能舞台が建てられている。ことに、岩倉智美は、欧米外遊の際に、各国の芸術保護を実験しており、1878年頃から、家族による能、能狂言の講演団体設立に向けて動き始めた。前田成康による、能学の非対当初、見習落者として計画が進んでいた組織は、発起人に加わっていた。 前田成康と世話人の茂野康嗣の発案により、農学者として設立されることとなった。社員としては、家族48人が加わり、まずは、縁農の場となる舞台を建設することとなった。またこの舞台建設にあたっては、英将交代号の干渉に供するという目的も、掲げられた。候補地としては、上野公園なども上がったが、ちょうど、芝公園内に、 会員制の高級料亭、高揚館の建設計画が進んでおり、これと併設する形で創建されることとなった。1880年10月、宮内庁匠鍵市の白川勝文の監督により、着工。建設にかかった費用は、当時の金額で1万8000円余りだった。岩倉は多忙の中毎日のように工事現場を訪れ、嵐窓の付け方。 霧の取っ手の彫り方といった細部に至るまで注文をつけたという。舞台の落成を受けて1881年4月16日、球場同行、前田成康、池田茂正、東道高潔、坊城俊正、前田俊香を発起人とし、農学者が正式に設立された。同日、栄昇交代号の行刑を仰いで舞台開きが催され、宝昇苦労が、 沖縄、高砂豪、関関与隆が、田村、梅若実が、桜川、金剛唯一が、倉間天狗、そして桜間ともえ馬が、反応、カモを待った。また17日には家族たちを対象に、そして18日には一般への公開能が開かれ700人、あまりの観客を集めた。当初この舞台は単に、能舞台などと称されていたが、同年6月に、 高賞苦労が出した新聞広告に芝公園内秋山農学堂の語があり少なくとも1882年には農学者関係者の中でも農学堂の章が用いられている1882年頃からは芝農学堂の表記が見え後にはこの故障が一般的となりまた芝公園の農学堂紅葉館の農学堂などとも呼ばれた後 農学堂の章は同様の形式を持つ、農部台全般に広く用いられることとなった。芝農学堂ではすでに農学会の第一入社と、みなされていた、梅若実る、宝章九郎に加え、1882年頃から、台頭した桜館ともない馬などが、観客の人気を博した。後に、明治の三名人と呼ばれた、この三人のほか コンパルヒロナリ、カンゼセイレン、カンゼ鉄の城、またはき方ながら三名人に劣らぬ人気を誇った、宝章神髄たちといった、名人、名手が活躍を見せ、芝能楽堂は、能楽最高の闘明台と目されるに至った。創立初年には、見物客だけでも9100人以上を集め、栄章皇大号や皇后の行刑もたびたび受けるなど華やかなスタートを、 切った芝農学堂だが、その経営は、早くから難航した。社員にはあまり官能に訪れない人も多く、また農学士への舞台貸し出しも、準備の煩雑さに比べて利益が上がりづらいことから、敬遠され、あまり流行らなかった。社員たちからの寄付も思うように集まらず、年に10回ほどの低機能を催すことさえ、困難だった。また、 芝農学堂の維持それ自体も大きな困難事だった。年200円近い借地料に加え森林に囲まれた立地から湿気も多いことからその修繕費も少なくなく、また税金の支払いも加算でいた。1883年岩倉が亡くなったことも大きな打撃となった。農学者では 岩倉に代わり三条耳を講演者に迎え、1887年には、区内大臣に、農学保護請願書を提出し、育くかの恩資金を得たが、依然経営は厳しかった。また皮肉にも、農学最高の進展が、その経営悪化に拍車をかけた。三名人の一人、梅若実は、芝農学堂開業以前から、梅若部隊を、 自派の拠点として有していたが、1886年には、宝省黒を率いる宝生流も、松本金太郎家の舞台で、恩子会として、活動を始め、1892年からは、関西流の関西清連同年には、北海もそれぞれ自前の舞台を立て独自の演合を、展開するようになった。農学者に参加する講演者たちも、次第に、 各人美意気の流儀への支援に力を入れるようになっていき、さらに農学者全体としての活動は停滞した。1890年頃の紅葉館。中野良随、東京名所図より1890年、北起人の池田ら4人が退任を申し出たため、宮内省交代豪助の林忠恒が中心となって、農学者を農学堂へと改装、この絵田だ披 取締町につけた。以後、林が農学堂経営の先頭に立ったが、1891年には、ロシアのニコライ皇太子の来堂が、大津事件のため中止となり、また講演者の参上も亡くなるなど、賃貸ムードが続いた。1894年に林が病死すると、宮内省、倉之助の飯田辰美がその任を引き継いだ。同年に勃発した日清戦争で、 芝農学堂は一時兵士たちの宿舎に充てられつつも、11月には3日間の軍備義園納を催し、1000円の寄付金を集める成功を収めた。飯田は1896年、農学堂を発展的に解散させて、農学会を組織し、山品宮明新王を総裁に、土方久本区内大臣を会頭に押した。芝農学堂も農学会の所有に移り、 能学会付属能学堂として再スタートを切った。同年11月には幕府時代の表能の形式にのっとり、五流のして方がお気まつけ五番の能を演じる四季能が催された。当時としては高額だった、出演料もあって能学士たちも出勤を歓迎、600人余りの観客を集めるなど、成功裏に終わり、1899年には、 第2回も開催された。しかし期待していた、寄付金の集まりはかんばしくなく、1897年に最大の講演者であった英章皇太后が亡くなると、農学会は創設早々を頓挫する形となった。1898年には、法商会が、1900年には、関税会が、自らの舞台を建設するなど、閣流派による、 独立工業の動きが一層強まるに至り、芝農学堂での催しは激減した。ついに農学会では、芝農学堂の維持を断念し、農部隊の引き取りを、上野博物館、家族会館、日比谷神宮法送会などと交渉。最終的には1902年靖国神社に、奉納してその境内に移設し、以後は、九段農学堂、靖国神社農学堂と称されることとなった。 農学研究者の表彰は、と表している。移転後も、遠農の機会は少なく、ことに行系能が耐えてなってからは後輩の一途を、たどった。1923年の関東大震災後も、しばらくは、優秀館の物置代わりに使われていたが、被災した閣竜の舞台の代用とするため、池内信義や本間広野清らの奔走によって1924年、 寄付金を集めて回収されている。1938年、拝殿手前の現在地に移転された。現在は、安国神社によって、神霊を慰めるための脳や日本舞踊などの芸能に、供されている。芝能学堂は、現在遠能の大半が行われている、能学堂の講師である。芝能学堂の登場以前、能役社宅の稽古部隊などを別にすると、能舞台は、 原則的に屋外に建てられてきた。木内、庭内に、農部隊を設置する場合、舞台は中庭などに建てられ、観客は庭内から庭、池などを隔てて、これを鑑賞するのが普通だった。芝農学堂においても当初はやはり農部隊と、見どころがそれぞれ独立して建てられ、その間に、露天のシラスを挟む構造であった。 しかし1897年頃改築が行われ、両胸の間をガラス板でつなぎ、シラスを縮小。脳舞台と見どころの空間を一体化する室内化が進んだ。また従来は観客席が設けられていた地裏が大幅に縮小され、逆には気正面の観客席が拡大を遂げており、これも現行の脳学堂と同様のものである。 芝農学堂は近代に誕生した最初の農学専門劇場であると同時に前代までの大衆向けに模様された肝心脳の野外会場、そして木打ち、丁内に設けられた鬼人のための農部隊の性格をそれぞれ引き継いでいると評することができる。また、芝農学堂以降、こうした農学堂形式が普及したことは、 演技を含めた脳のあり方に有形無形の影響を与えたと考えられている。ありがとうございます。